はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日はですね BMW コネクティッドドライブストアについてご紹介していきたいと思います。そのサービスはですねウェブ上で使えなかった装備をご購入していただいて車にインストールするような方法となっております。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。アベモータースはい、それでは早速ご説明していきたいと思います。今回は BMW コネクティッドについてご説明していきます。まずは BMW ID でログインをしていきます。今回はもうすでに全てログインしてます。そして車両はこちらの BMW X1 を乗っています。BMW コネクティッドって何なのかっていうところもあると思うんですけど、まあ、基本的にはデジタルサービスですね。あの BMW のサポートデスクに話をしたり、あとは Apple CarPlay が入ってない車両に Apple CarPlay を入れたりと、後からまあ追加できたりとか、まあ元々新車でご購入された時に何年間は無料で使えますよっていうプランがあると思うんですけど、まあ、そういうのをウェブストアで購入をして更新ができるようなサービスになっています。で、今回はこちらの X1、 パソコンなどで操作を行う場合は BMW コネクテッドストアと入力してください。そして、はい、スマートフォンの場合はですねこちらのアプリから操作が可能です。オールグッドの画面が出てると思うんですけど、こちらからですね今現在ですねもうログインしてます。すべてアプリの方にも車体番号を入力をしてもうつながっている状態です。なので車両のステータスも見れるようになっている状態です。こちらの下のタブのですね右から2番目、車となんかこうバックのマークがあると思うんですけど、そちら押していただけると、ここからですねご購入ができます。でもですねこの使えるデジタルサービスっていうのがもうこの画面でわかるんですけど、車両によってもこの出てくるものが変わってきます。で今回は、ステアリングホイールヒーターっていうのが今こちらの X1 には装備されてないのでこちらを使えるようにしていきたいと思います。はい、まず押します。はい、こちらにですねもう出てきます。1ヶ月のトライアル、1年3年無期限と、また値段が変わってくるんですけど、まあ無期限だと27,900円、消費税込みとなってますので、今回は1ヶ月トライアルというのがあるので1ヶ月トライアルを0円でしてみたいと思います。でこの後、直接決済画面へのこのブルーのボタンを押します。はい、で現在ですねもうデータが、お客様情報と請求先情報と、まあ、クレジットカードでのお支払い方法が選べます。でお申し込み内容を確認していただいてステアリングホイールになってます。そしてここの、利用規約、こちらをチェックしていただいてのお申し込み内容の確認を押します。はい、こちらでですねもうお申し込みありがとうございますと、返事が来ました。で今後のステップについてもこの後登録しているメールアドレスにメールが届きますので、その案内を読んでくださいと書いてあります。先ほどのデジタルアップグレードのところに戻ると、ステアリングホイールは2023年の5月3日まで有効になってます。そして現在ですね車両の方はですねチェックをしてみたんですけど、今のところまだ何も出てない状態です。ちょっとエンジンかけてみますか。一旦エンジンを止めて鍵をロックしましょう。はい、少ししたらですねメールの方が返ってきました。車内で今すぐご利用いただけます。ビームドコネクテッドドライバーにアクセスしということで、あ、画面出ましたね。ステアリングホイールヒーターが有効化されましたと出てます。その他の情報気になりますね。あ、ステアリングホイールヒーターで有効になってますよっていうことですね。そしてこちらに今購入済みというのが出てるんですけど、コネクティッドドライブストアでステアリングヒーター、まあ、いつまで使えますっていうのが出てますね。一回ホームに戻りますか。そしてありますね。さっきまでなかったこちらのステアリングヒーターのボタンがあります。これ本当に簡単にできますね。
まあ、少し5分ぐらいですかね、5分以内ぐらいでは先ほどの BMW コネクティッドサービスストアから返信があるので、その後車両に乗り込んでエンジンをかけたらもう使えるようになってます。これでもともと X1 にはステアリングヒーターというオプションはないんですけど、こちらの BMW コネクティッドストアで追加することができます。これ素晴らしいですね。そして本当簡単に操作もできますので、ぜひ皆さんも有効に使ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。